こんにちは、ごまおです。本日はですね、街での楽天カード利用分ポイント2倍っていうね、このキャンペーンがなんと自粛、制度改悪と上手に向き合う方法ということでね、このね、楽天、経済圏の方だったらね、非常に重要なニュースになってくるんですけれども、これについて解説していきたいと思います。この動画は悩める会社に福岡の知識伝えます、ごまおがお送りしていきます。この動画を見るべき人はですね、楽天市場でよく買い物をする、で今月のキャンペーンでなかったのがあって気になってるってね、そんな風に思ってる方いると思うんですよ。で制度改悪多すぎないっていう風にね思っている方も、この動画ね参考になると思いますのでね、今回あったね、ちょっとで制度改悪についてね、お話ししようと思います。ごまおはね、2020年すでに24万ポイントですね、獲得しているという実績がありますので、楽天経済圏ね、そこそこ詳しいので、それ、裏事情みたいなものについてね、話していこうかなというふうに思います。衝撃ですね、これがありました。これね、困ったもんですよね。これね、毎月開催していたキャンペーンですね。毎月開催、楽天市場で2万円以上の楽天カードをご利用の方、この場合ですね、この条件を満たした方は、楽天ペイアプリを含むですね、街での楽天カードのご利用分、これがね、ポイント2倍になりますよっていうね、このキャンペーンね、これ毎月やってたんですよ。でね、これね、絶対ね、楽天経済圏の人だったらね、毎月、1日になったらエントリーしといて、忘れないうちにね、エントリーしといて、毎月ね、お買い物マラソンとかね、スーパーセールありますから、その時にね、2万円ぐらいお買い物しちゃうっていうね、人だったらね、絶対ね、やっといた方が良かったやつなんで、これね、毎月ありがたかったですよね。おわも毎月ですね、1000ポイントぐらいは。でも街でお買い物、そんなにね、プラス2倍ってことは、ポイント2倍ってことは、プラス1倍なんで、10万円分ぐらいですね、街でのお買い物10万円分する場合だったら、これがね、うまく適用されて、1000ポイントとかもらえるんですけどね、大きな買い物とかあるんだったら、すごく非常にね、便利だったものだったんで、非常に重宝してました。ただ、これがですね、キャンペーン中止のお知らせですね。いつもご愛顔いただきまして、ありがとうございますということなんですけれども、新型コロナウイルス対応に伴う影響により、2020年5月の本キャンペーン中止とさせていただきますと、6月以降の開催に関して、詳細が決まり次第、改めてページ上でお知らせいたします。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願い申し上げますということでね、5月はとりあえず中止で、6月以降も、場合によっちゃやりませんよというね、要約するとそういうことですね。これ非常に、残念ということですね。衝撃ですよね。なんでこんな男っちゃったんだろうなってね、ちょっとね、関係ないじゃんみたいにね、こういうふうに思うかもしれないですけどね、コロナウイルスについてね。はい、で結論ね、まとめておきますと、こんな感じです。2020年5月の街でのお買い物2倍っていうのがね、これがなかったんですよ。で今後も、そのコロナの状況次第ではやらないだろうという感じではあります。でね、一番怖いのがね、これをきっかけに、このキャンペーン自体を取りやめにすることっていうのは、全然あり得るかなというふうに、思ってます。で、こんな状況でね、こんなお知らせだけするのはそれだけじゃちょっと悲しいので、別にね、ちょっと楽天、それでもお得だよっていうね、そのお得知識の解説っていうのを付け加えて、この動画をね、締めてみたいと思います。それではね、ちょっともうちょっと、お話ししますと、最近ね、やっぱね、この、規約変更とかね、制度改悪っていうのが結構目立ちますね、楽天ね。これはずっと前からちょこちょこ規約変わったりとかあるんで、楽天経済圏にいるんだったら、ね、これは避けられない、事象だと思っておいてください。直近だとね、楽天ルーム経由でポイント2倍とかもね、これも3月末で終わってますし、これ消滅したんでね、これ楽天で市場でお買い物する人にとってはね、非常に、大事な要素だったんですけど、これらはもう別のね、ポイントサイト経由でポイントをゲットするっていうのに切り替えるべきかなと思います。ハピタスが一番使いやすいと思うんですけど、いろいろね、モッピーとか、あとなんだっけ、いろいろね、ゲンダマとかつけな、いろいろあるんで、自分の好きなね、ポイントサイトを経由して、プラス 1% もらうっていうのが、対策かなと思います。これは対策できるんでいいんですけどね。で、あと楽天ルームで家族経由とかでね、購入するのも禁止になって、
ってるみたいですね。これがね、もう、明確に禁止にされちゃったんですよね。ごまんも、以前やってたんですけど、例えば奥さんの楽天ルームにね、じゃあ、買うものあったら、じゃあこれ入れといて、つって入れといてもらって、僕のルームから、奥さんのルームに行って、そこを経由して、買うと、奥さんにね、アフィリエイト報酬が入るみたいなことができてたんですけど、それはね、明確には禁止されてなかったんですけど、今回も完全に禁止ということでね、これやってしまうと、もう楽天アカウントがね、凍結されてしまうとかね、非常に厳しいルールになってますんで、これはね、やめておいた方が無難でしょう。絶対バレるかとかね、ちょっとわかんないんですけど、特に同居してるね、奥さんとかでやっちゃうと、同じ名字だったり、住所連絡先一緒だったりとかする可能性があるので、そうするとね、もう簡単にバレちゃいますよね。あと、その転売目的で、同じような商品をね、すごいたくさん買っちゃうとかは、もうダメっていうかね、もうバレちゃうんで、それはやんない方がいいでしょうということですね。だから同じショップでね、例えば、任天堂スイッチ10台いっぺんに買いましたとかね、それはちょっとね、やりすぎなんで、今 スイッチ買えないかもしれないですけど、そういうことはしない方がいいでしょうということですね。あとは楽天も、これ SPU ですね。楽天 SPU の楽天モバイルのポイントプラス2倍っていうのが、非常に美味しかったんですけどね。それがね、ポイントプラス1倍に下がられてしまいましたね。で、同時に格安 SIM の、ね、新規受付は停止して、今、楽天アンリミットの方に統一されるというね、そういう変化が起こってきますね。代わりに楽天光ですね、光回線の方が、プラス1倍新たに入りましたんで、できる方はね、そっちに行くとかね、そういうことをしていくっていうのがいいのかなというふうに思います。こんな感じで、どんどんね、規約変わってきますし、制度変わってくるんですよ。だからね、もう本当ね、いちいちね、目くじ立てて文句言ってるもんだ、楽天終わったとかね、言っててもしょうがないと僕は思います。というのは、実際ね、楽天経済圏にいるとポイント還元率が本当異常なくらいつくんですよ、元から。だから本来ありえないくらいポイントもらえているという事実があるので、ちょっとぐらいね、下がっても別に利用価値は下がらないかなと思います。実際ポイントいっぱい出してる楽天も大変だと思いますしね。楽天市場にね、出店してるショップっていうのも大変だと思いますよ。この間ね、送料をね、さ、なんか3980円以上無料にしなさいみたいなね、ちょっと問題があったりしましたけどね。ちょっとね、楽天もいろいろ、やり、や、いっぱいや、いろんなことやってるから、ちょっとやりすぎかなっていう部分もありますけど。それでもね、いろんなサービスをね、僕らに、メリットのあるサービスをどんどん出してくれればね、それは嬉しいことなんでね。楽天アンリミットとかもね、最初無料、1年間無料にしてくれたりとかね、いろいろメリットを受けられそうなところは、受けるとかね、していけば、上手に使っていくっていうのが大事かな。これからもね、解約はあると思います。うまく使ってる人ほどね、ダメージでかいと思いますけども、でも上手に付き合っていくでね、なんだ、裏切られたとかじゃなくてね、美味しいところは美味しいところでいただいて、我々個人はね、そういうサービスをうまく活用していきましょうということが言いたいところかなというふうに思います。で、ちょっと残念なお知らせだったんで、楽天にね、いる限り、この楽天経済圏の中にいるんだったら、ぜひ使ってほしいね、お得知識っていうのがね、ちょっと5つほど挙げてみましたんで、これね、気にしながらやっていけば、非常に、ポイントとかね、たくさんもらえると思います。まずね、楽天ふるさと納税ね、これ神ですね。もう本当シンプルに神。これをね、やってない人は、なんでやらないのっていう感じなぐらい、ちょっとね、ふるさと納税自体のね、システムが難しいので、それを理解するっていうのが大変だっていうのはすごくよくわかるので、そこはね、情弱だとか言ってバカにするつもりは全然ないんですけど、一回理解して欲しいんですよ、本当に。これ理解すればね、めちゃくちゃお得だってこと、本当にわかると思うんで、これ使うだけでも、年間5万円分ぐらいとか、ふるさと納税できると思うんですけど、できる方多いと思うんですけど、本当、返礼品の5万円ね、のうち4万8千円とかはね、節税になるんで、実質2000円とかでね、返礼品とかめっちゃもらえるわけですよ。5万なんて玄米とかね、めっちゃ頼んでますけど、多分年間で50キロぐらいね、全部ふるさと納税玄米頼んだらね、50キロぐらいもらえるっていうことでね、非常に、ありがたいということで、ね、これはもう神的制度ですね。これを使うしかないという、しかもポイントバックがあるということでね、実質負担の2000円なんてすぐ戻っ取れちゃう。
てますからね。で、あと楽天ウェブ検索1日5口5回で2倍っていうね、これちょっとめんどくさいっていうので、やってない人多いかなというふうに思いますけどね、これ結構、まあ、普段のね、検索のブラウザをね、楽天ウェブ検索でやっとけばいいだけなんで、そんなに手間じゃないかなって、まあ、思いますけどね、これやってもいいんじゃないかなと思います。で、あと楽天条件でね、投資信託、積立NISAとか使わなく、まあ、じゃなくても、特定口座でもいいんですけど、積み立てでね、投資に買うときに楽天カード払いで払うとポイント 1% つきますので、5万円分買えば500ポイントつくとかそういうことなんですけど、これね、結構知らない人もいるみたいなんで、これぜひ使ってください。普通に買うとね、別にポイントつかないんで、楽天カード払いで使いましょう。で、あと楽天市場でね、年間11万円ぐらい使う人はゴールドカードにした方がいいです。楽天カードのね、ゴールドカードちょっとランクアップさせてください。年会費2200円取られるんですけど、それの元は取れます。11万円払うだけで。で、さっき言ったらふるさと納税で5万円とかは使えると思うので、実質6万円ですね。月間にすると月間5000円分ぐらい楽天市場でお買い物する人だったら物は取れるので、うん、まあ5000円多分使うんじゃないですか。5000円ぐらいだったらね、いや、生活費に何でもいいんですよ。トイレットペーパーでもサランラップでも何でもいいんで、お米でもね、まあ、ちょっと重たいかさばるみたいなものは楽天市場で買うようにすれば元が取れるので、ゴールドカードつっちゃうっていうのが、まあ、ほとんどの人には有利かなというふうに思います。で、あと楽天電気、楽天モバイルっていうですね、楽天系のサービスを使っておくと、それの支払いは期間限定ポイント払いをすることが可能になっています。で、まあ、さらにポイントが付与されるんですよ。期間限定ポイントって使いどころ結構困るんですけど、使いどころが困るそのポイントをこう普通の支払いで使うで、かつポイントが付くっていうシステムはあんまり他のサービスではありません。なので、ここで使うのが一番いいと思います。まあ、楽天市場でお買い物するときにね、期間限定ポイント使ってもいいんですけど、SPU でね、楽天カードを使って払うことでポイントアップするっていう部分がつかなくなっちゃうんですね、ポイントもらえるんですね。それもったいないですし、あと5と0のつく日キャンペーンとかも楽天カードで払うことが前提条件になっているので、ポイント払いだとつかないです。なんで、まあ、そこら辺鑑みると、まずは楽天電気とか楽天モバイルで使ってしまうっていうのが、まあ、最初の一番使いやすいものかなと思います。あとは楽天ペイとかでね、ポイント払い設定にしておけば使えますのでね、そこら辺が、まずざっとね、ちょっと話しちゃいましたけど、まあ、そこら辺お得知識一覧ということですね。まあ、ここら辺も事業概要はね、もうちょっと詳しく分かりやすい解説をしていきたいと思います。別動画でね。結論を回まとめますと、まあ、2020年5月は街でのお買い物に祝いはなかったんですよね。で、今後もコロナの状況次第でやらないかなっていう感じで、あわよくはね、これをきっかけに取りやめることもあり得るなというふうに思いました。それだけじゃね、まあ、悲しいのでお得知識は解説しましたよっていうさっきのですね、ことですね。まあ、こういうことを気をつけていれば、まあ、楽天経済圏はまあ全然お得だから、まあまあ、そうは言っても使ってみようかなって気持ちになってくれれば嬉しいなというお話でしたね。こんな感じで楽天経済圏のね、お話、どんどんごまはね、情報発信していきますので、この動画ね、チャンネル登録まだの方はね、していただけると嬉しいです。先日ノートも書きましたね、楽天経済圏の攻略法初心者向けってことでね、まとめてありますので、前半部分は無料で見れますので、ぜひね、概要欄リンクからね、見ていってください。ね、あとはこの動画いいなと思ったらね、いいねボタンポチッと最後押してもらえると、ごまのモチベーションめっちゃ上がるので、嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。